のねあの「エヴァンゲリア」のオープニングの元ネタっていうのは、まあ、あのウィキペディアとかに載ってるのかなあのまあ解説サイトとか見たらわかるんですけどもあのイギリスの特撮テレビ番組ですね例えばその「サンダーバード」と「あの謎の謎バイ UFO、まあ」この2つからですね主にまあ引用されてるんです。まあだから 見てもらえると、あの、これはあの、YouTube にオープニング映像が公開されてるのですね、それをあの比較してみてみてください。そしたら影響がはっきりわかります。えー、サンダーバードのオープニングから、まあ、どんな影響かっていうとですね、毎回あの、サンダーバードっていうのは、オープニングでその和数のハイライトシーンを短いカットインで入れていくんですね。その素早くインサートする、このタイミングとかが、やっぱそのエヴァのオープニングに影響を与えてると。で、謎エ版 u f o の方はですね、あの、音楽とリズムの 音楽のリズムと映像の切り替えのタイミングですね。この、なんかね、リズムの裏って言えばいいのかな。あの、ドラムス、音楽でドラムスのタイミングがあるじゃないですか。普通あの、ドンのところでカット切り替えるんですよ。そうすると、生理的に気持ちが、タンタタンタンタン、タンタタタンタタタ。この、のところで切り替えるんですけども、あの、ドラムスの間で切り替えるんですね。そうするとですね、まあまあ、こういう、これまあまあ、あの、 映像関係の意味はよく裏って言ってるんですけど、裏を取られるとですね、ほんのちょっとタイミングがずれるけれどもですね、不思議なこの、何て言うのかな、感覚が生まれるんですよ。この裏をですとですね、このリズムスの表でカットを変えてるところもあるんですけど、裏で変えてるところもある。この二つを使い分けることによって、不思議なこのスピード感ですか。 たーっと流れていくところとかですね、ゆっくり流れるときにですね、ふっとずらされる感じがめちゃくちゃ面白いんですね。えー、っと、まあ、あと、まあ、謎めば UFO では特にあの、オープニングでですね、ムーンベースっていう基地が紹介されるときの、あの、地球から見た月に2段アップになって、3段目のアップがですね、月面基地の,あの上空から見たアップなんですよ。 月二段月面基地上だで。その間にそこで働いている女の人の目線の動きとかが早いカットでカットインしていくんですね。ここら辺のですね、ものすごいカッティングの良さと。ここでもですね、あの、この後に続く、えー、インターセプターの発信シーンなどの一連の流れでリズムの裏を取っているのがわかります。えーこの でこのあたりにですね、まあ注目してみればですね、エヴァンゲリオンスタイルの,その音楽の使い方がですね、サンダーバードと謎エヴァインウェイフォですね、わかりやすくなると思います。